こんにちはお疲れ様でですす暗号通貨ニュースでございますあの今、値動きってのが下がりにくくなっていることを感じている方いらっしゃるんじゃないですかね。これはですね、例えばビットコインを例にとると、まあ、1ビットあたりが700万だった時って、1ビットを売ると700万円ガクッと落ちるじゃないですか。でも今ね、価格が250万ぐらいになってます。1ビットを売っても250万しか下がらないんで、 700万のことに比べたら3分の1ぐらいしか下がるペースってのが同じ1ビットでもね、えー、の鈍くなってるぐらいだけなんですよ、まあ、ですんで値段の下がり方ってのは最初は急激でだん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 ね軟着陸するような感じになってくるんですよねまあでも1ビット2ビット売ればやっぱり1ビット分2ビット分あの市場からなくなっていくのは確かなんですよそれは価格が700万だろうと250万だろうと変わりませんまあ、ですんでねここはね 現在価格でどのぐらい価格の変動があるかってことの相関関係を見ていかなくちゃいけませんけどもでもそうなるとねやっぱりね投資家の判断っていうのは買いに走りやすいんですよ今だったら寝頃だよねとそして250万の時にビットコインを買ってもあんまり値段上がらないんですよ700万の時って1ビットを買うと700万円分ボンと上がるでしょだからこの上げ幅ってのも価格が高くなればなるほど派手に見えるんですよねまあそういうふうにして考えていくと まあちょっとね FX の考え方もここに入ってくるわけなんですけども今一生懸命買ってもあんまり目立った上昇格にはならないんじゃないかなと思うんですよもちろんたくさんのロットでね買えば別ですよビットコイン安いねと当時500万だった時に1ビット買うのに500万かかったけども今同じ金額で倍買えるじゃんと思ったら資金持ってる人は倍速で買うかもしれないわけですよそののの時に陽線っていは大きいのが 出る傾向にありますよね、まあ、そういったのを考えながらチャートを見ているといろんな人の心理が動いてるなと思うわけなんですよね。はい、で今回もね体につきましてなんですけども動画の方を送っていただきまして、まあ、非常にね短い動画でいろいろと勉強になることがあるなあと思いました。ただ、もう私のの勉強の、ね、頭もね こここまままでくるととつついていいいいてててかかない部分がありますす。けども、頑張っらう思体の枝のステーキングこれからももっともっとたくさんのことが学べるようなねそんなマーケットになると思いますしあと今月結構イベントがありますよねこちらの方楽しみですよねはいということで体ダー今後も情報提供よろしくお願いしますありがとうございました